どうぞ。聞こえますね。さあこちらはパグのポム君、食事が終わった後に食器を片付けようとするとアバアバと泣くそうです。楽しい時間が終わるのを嫌がっているんだとか。珍しいな。可愛い鳴き声ですね。続いては高校